元気してた、ベイちゃんは。元気してますよ。元気いつも。いつも元気そうやもんね、だってベイちゃんね。はい。この前もだってね、俺の配信に遊びに来てくれたけど、はい、なんかね、本当、俺が良くない話をしてる時にベイちゃんは遊びに来たよね、確かね。確か俺が良くない話をしてる時にベイちゃんがコメントに来たような気がするんだけれども。みんなお手洗い行ってきていい？ちょっと待ってて、みんなもうちょいやるわ。すーん、どうも戻りました。よいしょ、ちゃんと流してきたか。俺流さない人の神経がなんか多分流れなかったんだろうけど、なぜ見届けないのかが俺わからないんだよな。あれ何なんだろうな。コンビニで流してないとかしょっちゅうやる。もう最悪やな、ほんま。コンビニでお手洗いをするということをそもそもそんなにしたくはないのだけれども、外出先でのトイレはなるべく控えたい気持ちはあるが、まあちょっとやっぱりちょっとうわーまずいってなるときやっぱあるだろうが。何の話をしてんねん、ほんまに。お昼間時からいつもの話題やん。そんなことないやん。マスターは便座にペーパーを敷く派、除菌ができるのであればするかも。ベイちゃん、ダメでしょ。ベイちゃん、まずい。ベイちゃんに聞かれた。まずい。最悪な印象しか持たれない。ナックルクラスターであったり、うんちを流せだろう。最悪な現場しかね。ベイちゃん、今度来店コラボ誘うからね。待っててね。待ってます。やばい。ホロライブ EN の後輩に。ひどいことを教えてしまったのかもしれない、俺は。よく使ってるんでじゃないんだよな。それ本当にたまたま。あれ、先輩が雑な配信してるんだって、仕事もしてて、仕事しながら聞こうかって思ってて、いいね、嬉しいね、そう言ってもらえるのは。なぜかいつも遊びに来るときはあんな話をしてるんだろう、はい、全然わからないっすね。そう、俺も本当にわからないんだよね。なんでこの話の時にいるんだろうっていう気持ちがやっぱ抑えられないよ、ベイちゃん。俺はあれはだってさ言ってさ、ベイちゃんとさ、はい、初めてこうおしゃべりというかね、初めて喋ったタイミングもそういう時だった気がしたんですよ、僕。How do I ask if he pees like a char trifle? Do you pee like a char trifle? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. ただいま。あ、おかえりなさい。ただいま。お待たせしました。先輩、お質問です。お質問、はいはいはい。先輩は茶色いのようにおしっこをしますか？おり、そんなこと聞いちゃダメよ。俺聞いちゃダメよ、そんなことは。なんてこと聞くの。だって、俺はね、おしくの時は、ブスブンって。あとね、俺のしかナックルクラスターみたいな感じかな。ナックルクラスター。ベベ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 イエスイエス。ナックルクラスター。誰が来たって。誰ハックスベルス。おー、メイちゃん。あ、ナックルクラスターか。え、待って、俺、ハコスさんに、ナックルクラスターで聞かれたってこと？待って、それは良くないよ。ベイちゃんは、その、良くないタイミングの時に、来る才能に、があるのかもしれないね。タイミング、そうですね。うん。タイミングの天才ですよ、僕は。タイミングの天才？あれ、そう、まあ、そうだね。どっちもよろしくないお話をしてたと思うんだけど。確かに。茶洗いもそうだし、お手洗いの話も大小兼ね備えてるみたいなとこあったから、よくない話だったと思うんだけれども。やったね。で、まあ、交流を結構して、まあ、今日に至るわけですけれども。はい、お邪魔します。ねえ、本当に俺安心したんだよ、前回ベイちゃんがさ、なんか俺の配信に遊びに来てくれたやん。うん。で、なんかそこでなんか、私もよく最近ナックルクラスター使ってますみたいなことをさ、コメント残していった時にさ、俺は本当に最低なことをしてしまったって思ったの、俺あの時。
なんてことをしたんだと俺は。後輩になんて最低なことを俺はしてしまったんだって思ったんだけど、あれヒューズを使ってるってことだよね、べーちゃんね。ヒューズを使おうきて、最近、うん、エイベスめっちゃハマってる。だから、うんうんうん、そうですね、ナックルカスターにも経験者って。そうだよ、そうだよ、別になんかその、そのうちなんか、べーちゃんがその、ナックルクラスターというものを、なんか言葉を使うようになったんじゃなくて、ヒューズというものを使うようになったってことだもんね。はいはいはい。そうだよね、そうだから俺は何にもこれに関しては悪くはないんだね、これはね。何にも悪くないということで。ヒューズを使ってんだね、べーちゃんね。それならよかった。俺はめちゃくちゃ安心しました、それで。俺本当にイングリッシュのマネージャーとかから怒られたらどうしようと思ったから、ヘイロベルって言ってなんか怒られたら、どうしようかなとビクビクしてたからさ。あ、それならよかったわ。よかったよかったよかった。まあね、そう、ヒューズを使ってるってことだから安心しました、それならば。あ、そう、それ以外にはなんかべーちゃんはさ、なんか俺の切り抜きなんか見たりしたことあるかい、べーちゃんは。なんかロベルナイトメアの前は、うんうんうん、一番印象してたのは、一番印象に残ってる幽谷ロベル切り抜き、いいね。残ってるわ、うん、3店舗先輩たちと、うんうん、お正月の、うんうん、ご飯に食べに行ったのです。あー、はい、なんかやってたね。そんな切り抜きもね。あ、べーちゃん、さすがお手洗い神様ですね。じゃあもうそれ、じゃあもうここまで来たら、じゃあこれもうここまで来たらべーちゃんがトイレを引きつけてる可能性もあるよ、それは。もうこれはべーちゃんが俺のトイレの切り抜きとかをよく見てるっていう説も出てきてるよ、本当に。いやうんいや、どうよ、俺だってそんなお手洗いだけじゃないもん、俺。いや、自分だって言ったじゃん、トイレとアイドル。ロベル is idol. Yes. Yes, yes, yes. あ、でもね、知っていますか、先輩。何ですか？アイドルは、うん、トイレのことはいらないよ。ん？何言ってんの？何よ？トイレ行くよ。I just don't go to toilets. No. I don't go to toilet. No. Yes. No. Yeah. But I'm. みなみ。I'm toilet idol. Toilet idol. I'm toilet idol. I'm toilet idol. Yes. Toilet is God. Toilet is justice. そう、I am toilet idol だから、そう。I'm toilet idol. 初めての。世界初のトイレットアイドル目指してるところあるから、まあもちろんそれは嬉しい限りやけれども、あ、そうそうか、その切り抜き見てくれたんだ、べーちゃんは。そうです、はい。あ、そう。確か2年前の切り抜きだったのかな、うん、?2 年前か、そっかそっか、そんぐらいだもん、1年前か2年前か、そんな感じだったと思うの、確か。あ、そっか、そんぐらいから見てくれてるんだね、べーちゃんは。嬉しいな。はい。海外の君たちも聞いてるわ。なんで先輩がそんな、うん、お手洗いに関する物語がたくさんあるのかって聞いてますよ。うん、まあそうだ、やっぱ俺とトイレはこう、なんていうのかな、切っても切れない仲というか、ベストフレンド。トイレットが、そう。そう、トイレット is my best friend. Yes. トイレット smiles and angry and sad. 時には。うんうん、ただ、もう we are best friend みたいな感じだから、そうそうそう、はいはい、だからトイレがやっぱ友達みたいなとこあるよね、やっぱりね。はい、一番しのぶさん、すみません。どうしたべーちゃん。しのぶさん、すみません。うちのマネージャーも見てる。あら、これは良くないとこを見られてしまった。良くないところを見られてしまった可能性はあるな。いや、僕は良くない。僕悪くないです。いや、今のはべーちゃんが悪いところはあるかもしれないよ。べーちゃんが悪いところは。